にちは、月の店の高橋美香です。いつもありがとうございます。今回はパリ特集第2弾の Vlog です。美味しくて可愛いパリの甘やかしをまとめてみました。パリに行くと必ずマレ地区のこちらのカフェに行きます。たくさんあっていつも目移りしちゃうんですけれども、結局こちらのタルトシトロンを食べてしまいます。とっても巨大です。メレンゲがたっぷり乗っています。お店のファザードもすごく素敵なので大好きなお店です。アイスクリームがとっても好きなので、今回はボンマルシェの近くにあるグラースというアイスクリーム屋さんに行ってきました。大人も子供もたくさん並んでいました。5万円でございます。すごく美味しかったです。いっぱい甘やかしたのでパリではたくさん歩いてました。その時に見つけた可愛いお庭です。パリはこんな感じで街中が芸術品なので、とにかく歩くのがおすすめです。パリに行くともう一つ必ず立ち寄る、サンルイ島のベルティオンというアイスクリーム屋さんにも行ってきました。3年前も同じ場所で食べていました。ものすごく巨大ですがペロリと食べてしまいました。今回念願のディオールのミュゼに行ってきました。とっても素敵でした。エントランス入ってすぐ螺旋階段があるんですけれども、コスチュームのミニチュアがグラデーションでいっぱい並んでいて、上から下へ何回も何回も行ってしまいたくなるような魅力的なエントランスでした。お部屋がいくつかに区切られていて、こちらはホタルがたくさん飛んでいる幻想的な夜のシーンの空間でした。ここを過ぎると真っ白なバラの世界が広がっていて、本当にうっとりしました。ディオールがお花やお庭が大好きっていうことが伝わるような素晴らしい空間が広がっていました。ディオールが働いていたアトリエの再現もされていて、ここも本当にじっくりと見てしまいました。私が一番好きだったドレスはこちらです。全部お花の刺繍がされていました。ディオールの後は近くにあるセプティムの姉妹店のタピスリーという可愛いカフェに行ってきました。こちらもとっても美味しくてすっかり甘やかしてきました。近くにはエッフェル塔もあるので、こちらのコースがとってもおすすめです。また次も甘やかしの特集をしたいと思います。お楽しみになさっててください。